どうも、おはようございます。どうも、おはようございます。春です。皆さん、春といえば何でしょう？出会い。ああ、そうです。別れの季節であると同時に出会いの季節である。出会い。皆さんね、大学生はデートすると思うんですけども、デートするときに恋愛経験の浅い君たちはこう思うでしょう。金をかければいいんじゃないと。いいご飯ごちそうするとかね。そう、かつての俺のようにとりあえずいきなり初めのデートでビルの最上階のめちゃくちゃいいレストラン連れて行って自爆するっていう。やりすぎ。あの、僕今ですね、そういう黒歴史があったんで、今回はね、それを踏まえて逆に安くてもデートできるだろうということで、今回は100均のものだけでデートプラン、デート。お前、罰ゲームに近いこの役をやってくれるのがピロマルちゃん。100円のものを買ってきたんですけども、100円のものだけでデートをして、どっちが真のデートマスターかっていうのをピロマルちゃんに決めてもらって、負けた方の罰ゲームはないんですけど、勝った方はピロマルちゃんのツイッターアイクが1週間ピロマルアット○○に片思いっていう。ピロマルのアカウントが、そう、どっちじゃんって絶対騙すぎる。しかも最後自分で選ぶやん。だからどっちにするか。はい、ということでやっていきたいと思います。はい、メイキットパスボーミス、ボイス新春デートショー、お相手しましょう。お手柔らかに。ごめん、ピロマル、電気の配管工事終わんなくて。大丈夫だ、後で電気おごるから行こっか。どっか行きたいとこある？ピロマルってどういうとこ好きなの？え、でもピクニック、場所とかはピクニックとか好きですよ。あ、ピクニックね。大丈夫、そんな需要にもう答えてある。あ、やっぱ今日のプランは、いやー、森だね。あ、大丈夫。あ、ちょっとピロマル、ちょっと雨嫌い？そうですね、かかりたくはないです。大丈夫、そんな時にいい100均アイテムあるから。よかった。よし、じゃあこれで雨もなんとかなったことだし、俺のおすすめデートスポット、スポット行こうか。はい、なんかさ、自然感じたくない？そうですね。大丈夫、ほら、ぶどう狩りしよう。いいよ、撮ってみな。危ない、危ない。こいつ。よかったな。ありがとうございます。俺が守ったよ、この俺が。この俺が守ったんだよ。ありがとうございます、あなたを。じゃあ、もいで。ほら。あー、いいの取れたね。取れた。ちょっと食べる？そう、あ、苦味あるでしょ。はい、この苦味はピコリンって言って、体にはとっても悪いんだって。あ、ちょっと待って、なんかあるよ。なんだろうこれ。何ですかそれ。好きだね。なんか一応持っといて、それ。それ。なんかさ、写真撮りたいよな。そうですね。というか次。あ、いいのあるじゃん。ちょっと持ってて。はい。いいな。よいしょ。よし。ちょっと自撮ろうか。やばい。よし。お、いけそう。短さ全然足りてない。一緒。まあまあまあいいよ。お前の可愛いとこ取れたら俺それでいいから。なるほど。じゃあさ、一回さ、はい、昔に戻りたいなって思ったことない？まあ、たまにそれはあります。あります？はい。過去の過ちとかさ、清算しに行こうよ。多分 ね、 そうですね、俺の見立てだと結構悪いことしてると思う。だから過去に戻って謝りに行こう。はい、先祖の皆さんに。先祖に謝ろう。さあ来たよ、ここ。なんか鳥さんがいるね。どうやらここ博物館みたいだ。ほら、わあ、すごいね、展示してある。恐竜だ。ちっちゃ。すげえな。じゃあ謝ろうか、一緒に。昔の出来事に関して、はい、すいませんでした。はい、単位落としてごめんなさいわ。単位落としてごめんなさい。はい、
デートやるなあれなんか紙があるよ。ちょっと持っとこうか、ね、はい、これはもう回収しとこうか後で忘れるといけないから。ちょっと喉乾かないか。そうですね、ちょっとな、トイレで水汲んでくるわちょっと待って、お待たせこれこのまま入って飲ませる男どう？嫌ですね。嫌だろ。だからさ、ただでは飲まさないよいやお前まさか、まさか来ましたよ。よし、こんなもんかな。よし、もういいだろ あとはこいつで乾杯だ、乾杯だ、乾杯だ。乾杯やめておけそこまでは求めてない多分、はい、あー君との時間もう終わりか。美味しいな。お、俺やってほしい、はい、ありがとうございます。あれ、こんなところにもう一つ、お、絵みたいだね。4枚のやつと比べてみよう。これなんだ、何これ、何これ、それ月ですか、それ多分そうだよねでこれハローって、これ何だろう、これどうやらこれ合ってる、これ何この絵、これ管、管かこれえ、え、サイですかってことは付き合ってくださいですかそうだよ俺のターン、この4枚のカードを召喚。好き、合う、普段、サイ、付き合ってくださいごめんなさいっていうっていうフィナーレね、はい、っていう感じで僕のデートを終了させていただきます。お相手しましょう。いや、待ちましたすいません。 You're welcome Stranger じゃあ、ガンドーさん、ピロマルさん、デート行ってきてください。いやピロマル、今日会えて嬉しいよ、本当に。はい、ここどこかわかる？ここ反対の森じゃないんですか、ここ。これね、はい、林なんだよ。あー、森と林の違いってわかる？なんですか？林は人工的なの、はい、森は自然的なの。だから、ここは自然じゃないんだよここは自然じゃないんだよ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これ、これ何？不自然だよね。はい、これが林なんだよ。わかるわかる、人工的に置かれてる可能性がある、わかる。これちょっと一回撮ってみようか、はい、ここ人工的な場所だから振っても何も言われないのおお。あ、ちょっと待って、女の子が襲われてる。ちょっと待って、女の子が襲われてる。これちょっと助けてあげないと、それでちょっと助けてあげないと。あお前体張りすぎやって。大丈夫？お前50万のスーツ大丈夫？これ8万のズボンなんだけど、これ僕この女の子助けたよ。かっこいい、よかった、君にヒーローである僕を見せれて自分で言うな体張りすぎたミラーフォースゲームって知ってる？聞いたことないです。僕が考えたから、じゃあやろっか2個の鏡とこのお絵描きのやつ、これが必要です。なるほど。ルールは簡単、僕が今からこのビンゴを引きます。で、その鏡を使ってここを見て番号をやば、当たったらやったっていうじゃあちょっとやってみよっか。
はい、これを何の図やこれほんまよう付き合ってるなこれ、この遊びに。上にアルファベット見える。あ、ありますあります。強強間違いない。強でも見えてきた見えてきた。何してんの俺気づいた、やっと気づいた。新規の扉の前に立ったかお前ついに。じゃあ次はこれ使って遊ぼっか。ここに5個ずつ並べるから、俺はこっちの陣地、ひろまるはこっちの陣地で、これをこっちに持っていく。で、1分間経った時に、まだ飛んでもらえる、多い方が勝ちっていう。これ勝ったら君に伝えたいことがあるんだ。よーい、スタート。ひろまるいいの？ひろまる、このまま君勝っちゃったら僕からのメッセージ。フラグがストーリー進行できひんね、これお前。終わり。あ、同点や。これ同点の場合どうなるか知ってる？このビンゴの数字の足し算が低い方が負け。なるほどね。僕の番号足し算すると116、君は25と50。その差76ポイント。とりあえずお試し期間として76日間俺と付き合わないか。あ、ちょっと待って、君ってもしかしてキャラクターとか好き？はい。ちょっと待ってて、もう一回告白した。もう一回告白した。どう変わんねん結果。君の家にある日用品ティッシュ僕になるよ。ティッシュティッシュって紙でしょ、はい、ここから俺の髪の毛出てるんだ。いいよ、抜いてもらっていいよ。ちょっと遠慮しますねそれは。はい、というわけで無事に5本が終わりました。100均で30分楽しませたって言ったら結構すごい。いやすごい、ほんまにすごい。正直、まあ、アイディア次第なのデートって、どっちのプランがより魅力的だったか。いや確かにそれほんま最後発表してほしいと思います。それではひろまるさん、どっちに片思いしますか？私ははい、はい、出たー。じゃあ花尾さんの何点でした？花尾さんが70点。おお結構低くない？でもベンガンさんが50点ぐらい、はい、うん、あ、でも意外と良かった。俺20点としてる。 10点か20点か、はいはいはい、1個だけ聞いて、俺のやつで良かったとこだけ1個欲しい。逆に、いや、やっぱり高い服を犠牲にしてまで女の子を。おお、やっぱそこでしょ。あそこね。てかそれってでもさ、この企画の趣旨から外れてるよ実は。あ、そう、高いの使っちゃう。データプランじゃないから。そうそうそう、普通に、じゃあ映画行くか、こっちどっちが良かった？映画に行きたいです。マジで？じゃあサイゼンとサイゼンに行くか、こっちどっちが良かった？実際に考えたら、サイゼンの方がマシ。じゃあ自分がもし弥生時代の人間とかでしたら、どうしても俺らって言ってほしい。どうしても俺らって言ってほしい。木の実集めるか、うん、さっきのデートどっちがやった？それはさっきのデートでしょ。あ、よかったよかったよかった。やだやだ、それ聞けた満足。それ聞けた満足、ほんまに。はい。